これがお手本のトリプルプレイ。脇屋懐かしいな。古城の送球危なくて草。いや、綺麗に決まってるやろ。さすが、矢野先生。矢野の頭脳プレイ。これは見てて気持ちいいな。バッター走れよ。なんだこのトリプルプレイは。なんでランナーは打球を見ていないんだ。浅村は何も悪くない。これは楽天の珍事件で草。綺麗に決まったー。一番綺麗なトリプルプレイやん。ゴリプルプレイ。キャッチが全部映ってるのもいいね。なんだこれは。トリプルプレイ、来たー。ファーストになった牧の守備やばいな。何がすごかったのか、わからないくらいすごい。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録していただいたら、とても嬉しいです。